みんな乗り物タウンへようこそ。ラッピー、今日はどんな乗り物を紹介しようかねえカシャキン。いろんな動物の形をした乗り物に会いたいっぴ。それなら動物を見て楽しめるジャングルバスさんとスーパージャングルバスさんを紹介するよ。本物の動物にもたくさん会えるから楽しみにしててね。やったー、僕は強くてかっこいいライオンに会いたいな。街の中を走っているバスさんとどう違うの？会ってみればわかるから中に入ってみよう。ジャングルバスさんはどこかな？よく来たなラッピー、俺がジャングルバスだ。動物の形をした仲間がいるんだね。そうなんだラッピー、すごいだろう。俺みたいなライオン以外にもトラ、シロサイにカバもいるんだぞ。他にも動物の形をしたジャングルバスさんが全部で11種類もいるんだ。いろんな仲間がいるんだね。ジャングルバスっていう名前がついてるけど、ということはここにジャングルがあるの？ラッピー、いいところに気がついたな。実際に見たらわかるよ。今から俺の出番だから乗っていきな。うん、お邪魔します。窓ガラスが全部金網になってるよ。どうして？ラッピー、もう出発するから早く席について。わかったピー。あ、椅子におやつがある。あれ、でも生のお肉にリンゴと人参、これから料理するのかな？しっかり扉を閉めたら出発だぜ。はーい。あれ、ずいぶん厳重に閉めるんだね。どうしてだろう。ラッピー、俺がいいっていうまではしっかり座ってるんだぞ。では出発。なんだかジャングルバスさんは謎がいっぱいだね。よーし、僕がその謎を全部明かしてみせるピー。あれ、クマの絵が描いてあるけどクマが出るわけじゃないよね。俺と一緒なら安全さ。本当に？おはは、クマだ。こっちに近づいてるよ。どうしよう。大丈夫だよラッピー。ここ富士サファリパークのジャングルバスさんはいろいろな動物が暮らすサファリゾーンで、すぐそばで動物を見るために作られた特別なバスなんだよ。今日はその秘密を教えてあげるね。ジャングルバスさんの秘密その1、ガラスがない窓。俺たちは窓にガラスがなくて金網が張ってあるんだけど、それは動物を近くに感じてもらうためなのさ。頑丈な金網が二重になっているから動物たちが車の中に入ってくる心配はないんだぜ。わー、見て見て、あそこでトラが休んでるピー。あ、こっちにはシマウマがいるよ。ここではおよそ20種類の動物が野生に近い形で暮らしている姿を見られるんだよ。どうだいラッピー、楽しんでるかい？はい、僕こんなに近くで動物を見るのは初めてだっぴー。でもこれだけじゃないんだぜ。ここで餌をやっていただきます。あは、わかった。さっき椅子に置いてあったリンゴや人参をあげるんだね。あ、でもどうやってあげるの？ここでジャングルバスさんの秘密その2、餌をあげるハサミ。ラッピー、椅子の下を見てごらん。必ずこのハサミで餌をつまんで外側に出してください。ラッピー、ライオンが来たよ。餌をあげてごらん。金網を握ったり外に手を出したりしないで気をつけて餌をあげるんだぞ。ああ、うまく食べてくれるかな。食べたっぴー。目の前で見るとすごい迫力だな。今度はラクダが近づいてきたっぴ。さらにジャングルバスさんの秘密その3、餌を入れる扉。足元に取っ手のついた箱があるよね。これは何？ここに餌を入れて取っ手を持ち上げると外側の扉が開いてラクダに餌をあげることができるんだよ。ラッピー、もっとすごい仲間がいるけど会ってみるかい？うん、会いたいっぴー。こんにちはラッピー、僕はスーパージャングルバスって言うんだ。よろしくね。こんにちは。スーパージャングルバスさんって何がスーパーなんだろう？ここで乗り物クイズの時間だよ。みんなも一緒に考えてね。スーパージャングルバスさんは動物をもっと近くで感じるための工夫がしてあるんだけど、それが何なのかわかるかな？おー、なんだろう。怖いライオンのお顔じゃなくてシマウマみたいな模様になっていることかな？正解は僕から発表するよ。横にある窓の部分だけじゃなくて屋根まで全部金網になっているんだ。だから動物たちに餌をあげると屋根の上に登ってくるんだ。ほら来たよ。うわあ、僕ライオンを下から見るの初めてだっぴー。すごい迫力だね。今度はクマが屋根に登ってきたみたいだよ。ラッピーも餌をあげてごらん。この天井はクマが3頭登っても大丈夫だから安心して見ることができるんだよ。そばで見たらちょっぴり怖かったけど、屋根から降りる姿はなんだか可愛いっぴ。本当だねラッピー。動物の形をした乗り物は街の中でも会えるんだよ。そうなの？幼稚園の送り迎えをしてくれる幼稚園バスもその一つ。動物の絵が描かれたバスもあるんだよ。これなら幼稚園に行くのも楽しいね。ラッピー、今日の乗り物はどうだった？目の前のライオンに餌をあげた時は迫力があってちょっとびっくりしたけど、すごく楽しかったっぴー。それじゃあみんなバイバイ。乗り物タウン登録してね。